不倫関係ででいいいることがいいこととがはないそんなことは分かっちゃいるけどお付き合いが始まってしまうとねその関係より良くそしてより長く続けていきたいと思うものならばこの3つをね守っておけばその関係え良い関係を続けていくことができるその不倫を長続きさせるために守るべき3つのこと今日はこちらをご案内したいと思います ぜひ最後まででお付き合いいくださいこんにちは小川健ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています動画はほぼ毎日更新しています最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をぜひよろしくお願いします また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しください不倫関係になってしまうことがいいか悪いかという議論についてはいつも申し上げてるんですがここでは取り扱いません、えー、結果的にね、えー、今不倫関係にある人そしてこれからね不倫関係になってしまいそうな人、えー、ぜひねこれからご案内させてあげるこの3つのポイントを忘れないでおいてほしいんです、えー 出会ったた相手、ねえー、結ばれた関係できれば長続きさせたいじゃないですかあのー、本当はね良くないことは感情としてはね、えー、分かってるいずれお別れが来ることがあるそんなこともね、えー、分かっちゃうでも一緒にいる間せめてね別れが来るまでの限られた時間の中はお互いがね、えー、ストレスなくそしてお互いが満たされた時間さらには2人の成長にとってねより プラスになるような付き合い方を付き合い方をしていった方がいいそのためにも今日ご案内させてあげるね3つのポイントというのは是非ね守っておいてほしい、えー、そしてその3つのポイントを守っておけばまあその関係がねやがて終わりを迎える時が来たとしてもまあそこで傷つくことがあったとしてもそんなにね、えー、傷は深くないえっ、ー、とまあ別れが来る できればね、傷つかないでお互いね笑顔でお別れになったりとか、まあ最後の最後結ばれるかもわからんけどもね、えー、どういう結末になったとしてもね、えー、納得感が得られる、まあ彼を傷つけることもね、えー、そんなになく、えーまあ いられるんじゃないでしょうかねというようなお話をご紹介したいと思います。えーまあ、その他、不倫絡みの話についてはね、えー、これまでいくつかご紹介をさせていただいています。まあえー、この辺の、ねえー、話なんかを代表に、えー、再生リスト、不倫浮気という再生リストを、ね、作っています。まあ、僕はこれまで話をした、えー、不倫や浮気絡みの話です。えーとまあ、この辺を、ね、合わせて見ていただきながら、今日の話を、ねえー、聞いていただけると、 まあ、より良い不倫っていう言い方はね、また、不適切だと怒られるかもしれませんけど、まあ、出会った人とのね、関係をより良くしていくための、えー、まあ、アイディア、ヒントを見つけていただけるんじゃないでしょうかね。ということで、まあ今日はその中でも、えー、この3つをね、えー、守っていく。不倫や浮気をするときに、えー、その関係をね、長続きさせるために、絶対に守るべき3つのこと。 えー、これをね、ご案内差し上げていこうと思うんですが、それぞれは、えー、極めて当たり前のことです。最初に申し上げておきますが、当たり前。特に人間関係、えー、男女間の問題としては、えー、当たり前。まあ、一番目とね、二番目は、割とね、想像つきやすいと思います。あ、まあ、確かにそうだよね。えー、そういうことか、ということで、まあ、結構意識している方も多いと思います。一番目と二番目はね。で、最後の三番目。えー、これはね、言われりゃそうだよなって思うんだけど、 つい忘れがち。えー、恋愛でも、人間関係でも、特に不倫でもね、とっても大事なことなんだけど、ついつい忘れがち。えー、それぞれ大事なことではあるんだが、人間関係でも恋愛ことでも大事なことではあるんだが、特に不倫だからこそ、この三つ慎重になってほしいということを、えー、ご紹介していきたいと思います。その一番目、えー。不倫を長続きさせるために、えー、絶対に守るべき三つのこと。その一は、これです。 はい。えー、その通りですね。もう約束。えー、約束というのはもう絶対守るべきなんです。当たり前の話です。あの、人と人との関係だから当たり前だし、えー、男と女の関係だから、女の当たり前だろっていう風に思うかもしれませんけどね。まあ思ってるでしょう。間違いなく。だけど、不倫だからこそなおさらね、なおさら守んなきゃいけない。 もうね、えー、どんな約束かってのは分かりますよね。もう嫁と別れろっていうとか、えー、まあ、弟子と別れろっていうとかね、えー、まあ、お互いはもうこっから先は入っちゃいけませんよ。こっからお互いは、えー、ね、まあ、不可侵の関係ですよということを約束事としてね、あるじゃないそういうものはね、もう絶対守る。あの当たり前の話です、えー。そこの約束は守れないから話がおかしくなっていったりするわけでしょ。 そして、えー、っと、その約束というのは実は、そういう大きなね、えー、枠組み、二人の関係にとっての大きな枠組みだけじゃなくて、些細なこと。えー、ね、そうね、まあ、今度、えー、まあ、なんだろうな、なんか思いつかないんですけど、そうね、えー、まあ、福岡で、えー、もつ鍋食べたいわ。よし、じゃあ俺はもつ鍋食べさせてやる。え、それ約束よ約束するよって言ったら、その約束はね、絶対守った方がいいんです。 約束だったらね。えっと、ま、なんでかっていうと、人間関係だから当たり前だ、えー、恋愛だから当たり前だっていうのも当たり前なんだけども、不倫関係ってね、お互いやっぱりある程度限られた関係性の、限られた環境の中でしかお互い連絡もコミュニケーションも取れなかったりすることが多いので、やっぱりそういう些細な約束事でも守られないと、やっぱり不安や心配の方が募るんですよね。 で、普通の恋愛とかね、普通の夫婦関係だったら、ああ、いやいやごめんねということで、フォローの仕様もあるんだけども、やっぱりこう、恋愛関係とはいえね、 ちょっと特殊な恋愛関係だったりもするから、そういう小さな約束がこうずれて曖昧になっていけばいくほど、それは彼が約束を守るとかね、あなたが約束を守るとかっていうお互い、両方ですよ。両方がそういう意識でいないと、やっぱり誤解がね、生まれやすい。誤解が不安になり、そして不安が心配になり、そしてお互いがね、え本来、破ってはいけないような約束ごとまでね、破るようになるような、 まあ、なんて言うんでしょうかね、こう、妄想を突っ走りというかね、えー、感情を突っ走りで、えー、まあ、あちらこちらにね、こう、火種をばらまくような大惨事になったりするわけじゃないですか。す小さなことでもね、やっぱり約束はね、えー、男と女のことだから当たり前と言わずね、やっぱり不倫関係だからこそ、その些細な、えー、約束。まあ、今日10時に、えー、待ち合わせね。ただもう10時に待ち合わせはね、守ることですよ。 まあ、もちろんね、5分10分遅れてしまうこともあるでしょうと。でも、その5分10分がね、えー、何かこう小さな火種になったりすることもあったりするので、えー、極力ね、えー、約束を守る。まあ、万が一ね、どうしても、えー、守れないようなことであれば、最初から約束をしないとか、えー、ある程度ね、えー、まあ、早いうちに代替案を提示するとか、えー、別のね、手段方法を提案するというような形にしておかないと、その約束というのはね、えー 本当に小さな小さな2人の間にね、えー、溝になっていくことがある。繰り返し申し上げますけど、人間関係では当たり前なんですよ。えー、普通の恋愛では当たり前、男と女では当たり前なんだけど、でも、普通の恋愛関係、普通の人間関係だったら、フォローの仕様もあるんでね、ただ不倫だとそこがね、えー、フォローするより前に、えー、誤解や不安としてね、大きく大きく変わっていって、そして2人の間に、本当にね、 えー、もう、なんだろうな、こう、深い深い溝なのか、大きな壁なのか、何かをね、えー、関係をおかしくしてしまうような要素になったりするので、それは要注意をした方がいいのではないでしょうか。まあ、だからこそ、約束は守る。そして、えー、2番目です。まあ、約束ときたらね、もう2番目はもうだいたいご想像、 の通りですね、えー、不倫関係ですからね。まあ、これはもう守らなきゃいけないでしょう。ということで、はい、こちら。秘密ですね。えー、秘密。 まあ、秘密というのはもうね、えー、当たり前の話ですよ。お互い、そんなね、私たちこういう付き合いしてますなんていうことをね、えー、大々的に、まあ、言って歩くような人ってのも中にはいるのかもしれないですけど、まあ、一般的にはね、えー、言わないことだったりするじゃないですか。そして、その秘密というのは、二人の関係、 だけじゃなくてね。やっぱり二人の間で、まあさっきの約束と関係するんだけど、まあこの話はね、この場だけでの関係ですよということで、彼があなたにね、心を許してるから言ってることってあると思うんですよね。そしてあなたもね、彼に心を許してるから言うことってあったりするわけじゃないですか。まあ自分の亭主には言えないけど、まあ彼にはね、えー、話せる。まあ彼もね、えー、自分の奥さんとか彼女には言えないけど、あなたには話せることってあったりするわけじゃないですか。それは、それだけね、信用してる、 信頼している間だからこそ言える話だから、まあそういうこともね、もうよそでは言わないというか、そこはもう当たり前の話ですよ。で、さっきの一番目の話のように、そこで約束を守らない、えー、秘密を守らないから、小さなね、溝が大きな大きな溝になっていく。そして、二人の関係で言うならばね、えー、例えば、まあちょっと彼との関係が激尺した時なんかにもね、こうちょっとお友達なんかにね、えー、相談しに行く。 え、ちょっとこれね、私、えー、ね、ぜひ、本当に内緒にしておいてほしいんですけどね、っていう風に、こう言うでしょ内緒になんか誰もしませんからね。あの、そんなこと誰かに言った瞬間にね、もうすぐわーって広がるんで、だから、できればね、まあ相談とかもやっぱりしないぐらい、やっぱり覚悟を持ってお付き合いをしておかないといけないですよね。だから、まあ、そもそもね、不倫をやめた方がいいって話は、この動画の中でもしてるんですよね。えっ、ー、と、まあ、ここにリンクが出てますよね。 そういう苦しみとかね、えー、まあ誰かに相談できない秘密を守り通さなければいけないっていうことと、あなた自身が戦っていかなければいけないから、だからそういう覚悟が持てないんだったら、やっぱり不倫そのものをね、ちょっと考えた方がいいかなっていう話にもなっていく。だからこそね、秘密は守る。だからもう仮にね、もし誰かに相談したいんだったら、まあ僕らみたいな、そういう外部のね、全く利害関係のない第三者、あもしくはあなたと彼、 とのこう距離とねもうずっと遠いところにいらっしゃるような、全く縁もいかりもないというかね、もう本当にね、昔、ちょっとどっかで飲んだことあるだけの人とかね、まあそういうぐらい遠いところにまだ相談するなら分かりますけど、まあ身近な人とかにもね、えー、相談したりすると、まあたいろくでもないことにしかならないので、2人の秘密というのは、まあこれはもう絶対に守る。あ、そう、それでね、あのー、逆にこう秘密にしないで、公にしちゃった方がね、既成事実化して、 えー、彼はね、もっと私の方を向いてくれるんじゃないか。えー、彼のインスタにね、えー、私が登場すれば、それを奥さんが見てね、えー、彼と離婚してくれるんじゃないかしらなんてね、えー、思ったりする人、たまにいるんですけど、 それで奥さんが離婚するわけないしね。まあ仮に離婚したとしても、ね、あなたに行くのは請求書と、メデシャルの請求書とね、で、彼はそんなことするあなたにドン引きしてね、えー、あなたの前から去っていくだけの話だから、うん、まあそんなことで秘密をオープンにしたところで誰も幸せにならないんでね、えー。まあそういうこともやめた方がいいですよと。だから秘密を守るというのは人と人として当たり前の問題ではあるんだが、えー、恋愛としても当たり前なんだけども、不倫だからこそね、 え大事なこととして守った方がいいよと。で、この1番目のね、えー、約束と2番目の秘密っていうのは、まあ大体みんなまあ不倫事だからね、まあそうだよねと、まあ言われればそれは確かにそうだというふうにまあ思ってるでしょうし、まあ何を今更というふうにね、まああなた自身もわかっていて、そういうことはね、気づいてて実践をしてるかもしれないが、えー、これから申し上げる3番目ね、えー、これが一番忘れがち。 言われりゃそうだよねって思うかもしれませんけど、これもね、大体忘れてしまうんです。人間関係でも恋愛でも同じことではあるんだが、不倫だからこそ気をつけた方がいい。絶対に守るべき3つのことの3番目は、これです。距離。えー、距離ね。まあ、距離感と言ってもいいかもしれません。お相手にはね、お相手の都合がある。あなたにはあなたの都合があるんです。でも人と人と、 関係だから、当たり前っちゃ当たり前なんですよね。あなたの人生を彼が歩んでるわけじゃないし、彼の人生をあなたが歩んでいるわけじゃないじゃないですか。人それぞれみんな自分の世界があって、自分の世界で生きているんです。だからこそ、あいつとの距離感ってね、とても大事な問題だし、まあ、どこまで近づいていいかっていうのは、お互いのね、えー、まあ、合意があって、えー、まあ、お家にね、一緒に住むとか住まないとかって、普通の恋愛だったらね、えー、まあ、時々デートをするとかしないとかっていう、まあ、その距離、 っていうのは、お互い求めてるところっていうのはあるんだけども、まあ恋愛とかね、えー、結婚だったら、まあある程度二人の、なんとなく感覚でね、距離感っていうのは決まっていくんだが、まあ不倫っていうのはね、えー、っと、反強制的に距離を取られてるわけですよ。反強制的にね。まあ自分の家庭があるとかね、相手の家庭があるとか、まあ一方の家庭なのか、一方は独身かとか、状況環境にもよるけど、縛りがあるんですよね。これはもう絶対的に。 で、こんなことはみんな最初から分かっているから、この距離は守られるというふうに思ったでしょでも、守らないんだよね。あの、恋愛になってしまうと、こと、男と女の問題になって、ね、まあ、いわゆる不倫関係であるというこの前提をね、ついつい忘れてしまいがちにない、えー、お相手のね、えー、都合、お相手の家庭、まあ、自分の都合とかね、自分の家庭っていうのを、 ついつい、こう、ないがしろにするわけじゃないんでしょうけどね。やっぱり、こう、感情の方を優先して、彼にもっと私に連絡をしてこい。私ともっと会う時間を増やせ。えー、私はもっとね、えー、あなたの近くにいたいんだっていうことをね、バン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 、もうね、やいのやいのとやるんですね。まあ、彼はドン引きですよ。えー、ね、もうちょっと、こんなに距離近いと、いろいろ問題が多いよね。 とそこまで構ってられるような余裕もこっちにもないかな。いや、それよりもちょっとね、この人リスクになりそうだぞというふうにまあ思われる。えー、まあ、不倫男はね。 ここに、えー、っといくつかありますけど、そのうちの、ね、中の一つにもありましたけど、ここにリンクが出てます。えー、っとそもそもね、あのー、ちょっとあんまり距離が縮められると、ちょっとあかんかなっていうふうに、まあ、彼が思ってしまうだけじゃなくてね、 実際にあなた自身にとってもリスクですよ。そんなにね、やっぱり感情先走りで自分のこと、えー、まあ、お相手のことを考えず、相手との距離を縮めることをに必死になってしまうと、まあ、お相手がね、鬱陶しいっていうのもあるんだけど、結局あなた自身の生活とか、あなた自身のね、周りの環境に対していい影響を与えるわけがないんでね。やっぱり何かしら歪みは生まれるんです。家庭のことをないがしろになっていく。えー、旦那さんとの時間が減っていく。 えー、子供をね、えー、なんてしょう、子供をかまってる時間がね、えー、減っていったりとか、そっちに向かう、えー、労力っていうのがね、少しずつこう彼の方ばかりに向いていってしまって、まあ結果ね、なんか気づいた時には、あれ、うちの嫁さん何やってんだとかね、あれ、うちのお母さん最近よく夜出かけるよね、みたいなことで、発覚して、ガシャーン終わって、さようならっていうね、えー、まあことがよくある。 まあ、なので、まあ、一番目、二番目、約束秘密という話がありました。約束秘密の話と同様に、その話を踏まえてね、やっぱりこっから先のお付き合いっていうのはもうあかんよねという、この距離感を、お互いね、やっぱり立場あっての関係だという、この当たり前のことを、ちゃんとね、思い出すことよ。で、逆にね、あなたが突っ走ってる、 立場じゃなくて、えー、お相手がね、突っ走ってきてる時も、それをちゃんとね、やっぱり、どうどうっていなさなきゃダメですよね。特に、まあ、年下の男の子なんかとこう恋愛、不倫関係にある場合、 で年下の子なんてのはわーってこうね、盛り上がってね、バンバン来ますからね。そんなに乗っかっちゃうから、後で痛い思いをするんで、えー、それは、いやいやいや、あかんでしょ。私は今こういう立場だから、そういうのはあかんよと。まあ、不倫だったらいいけどね、えー、そこから先っていうのは、もうね、夢は見るのはやめましょうというふうに言えるかどうか。まあ、そういう距離感を保てるかどうか。えー、もちろん、ね、恋愛感情、まあ、好き、嫌い。 とかねえー、そういうところに心が支配されてしまうと分からなくなることもあるかもしれませんけどそもそものスタートがね、えー、そういうところで距離を置かなければいけない関係なんですよということをもう一回ね立ち返って、えー、それを守ると、えー、いうことを注意してもらえればまあその関係はねよっぽどおかしくなることはないという話、えー、今日は、えー、と3つご案内さし上げました、えー、約束と 秘密と距離冒頭申し上げたようにそれぞれ人間関係や恋愛では当たり前のことなんです。しかし、こと不倫というね、えー、関係においてはもっと当たり前にね当たり前の当たり前の当たり前を3つ4つぐらい乗っけるぐらい、まあ、当たり前の大前提というかね、まあ、それぐらい重要な話なのでそこを忘れるから。 コロッとね、えー、転がって、えー、気づいた時にはもう <laughs> 血だるまになってね、もうなんか、なんでこんな傷を負わなきゃあかんのかなみたいな話になったりするから、えー、そこはね、えー、慎重に、えー、慎重を重ねて、えー、この三つを、えー、ぜひね、守るように注意をしていただきたいと思います。まあ、でもね、こういう場合ってどうなのかしらとかね、まあ今ちょっと彼とこういう関係になっちゃってるんだけど、 ここはちょっともう一歩二歩前に踏み出してもいいのかなとか、まあそういう個別具体的な問題についてはね、またここに出ている僕の個別のセッションの方にでも来てもらえれば、えー、まあご相談、ええー、乗らせていただくことができますので、えー、まあそちらにね、お越しいただければいいと思います。えー、っと、まあ不倫関係がね、いいか悪いかっていうと、いつもいつもいつも言うんですけど、良くないってそんなことはね、みんなわかってる。 ただ、やっぱりそういう関係になってしまった以上は、まあ、その関係をね、やっぱりできる限り実りあるものにしていかなければいけ、えー、実りあるものにした方がいいし、えー、いずれね、別れはやっぱりどっかで来る可能性が圧倒的に高いわけですよ。それがね、やっぱりこう、笑顔で、まあ、お互いね、いい時間だったねっていうふうに終わらせられるような付き合いにしたいじゃないですか。 ね、不安や心配抱えながらお互い傷つきあってね、なんだこれっていうような形でね、終わるような終わり方だけはしないためにも、やっぱり一緒にいる間はね、守るべきものは守って、えー、ある程度の節度を保ってね、そして、もちろん、それぞれ立場があって、えー、お互いの関係以外に守るものっていうのはそれぞれあるわけだから、そのためにもね、 ぜひ今日ご案内差し上げた3つ、えー、守ることをね、えー、意識していただくといいのではないでしょうか。まあこれからね、えー、不倫してしまいそうな人ももちろん、えー、今ね、えー、不倫中の人も、えー、当たり前の人間関係、当たり前の恋愛ではあるんだけど、そこにプラスオンしてね、えー、この3つをより意識して、守るということを心がけていただくと、 まあその関係はね、えー、まあ、あんまり、まあ、傷つくことがあったとしても、そんなに傷つかずに済むのかな、ということで、覚えておいていただくと、えいいのではないでしょうかね。ということで、今日は、以上です。